ドンベイラー、ドナルド・エドワード・ベイラー、ドナルド・エドワード・ベイラー、1949年6月28日から2017年8月6日は、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身の元プロ野球選手、外野手、一塁手、指名打者、プロ野球指導者、右投げ右打ちの MLB ドラフトで、ボルチモアオリオールズに二巡目、 全体39位で指名され、プロ入り。後に移籍する、オークランドアスレチックス、カリフォルニアエンゼルス、ニューヨークヤンキース、ボストンレッドソックス、ミネソタツインズで、右の強打者として活躍。9月18日に、オリオールズで、メジャーデビューを果たすが、当時全盛期のチームにおいて当初出番は少なく、メジャーに定着するのは、以後のこととなった。は本塁打を打って、 不動のレギュラーとなるが、その年限りで、レジー・ジャクソンとのトレードで、アスレチックスに移籍。アスレチックス在籍も1年のみで、2、エンゼルスに移籍。ここでは水を得た魚のように活躍し、2は、全162試合に出場して打率、296、本類打36、打点139、打点王の活躍で、アリーグ MVP に選出される。また、 この年には、キャリア唯一のオールスターにも出場。チームも初の地区優勝を果たすが、フルソリオールズに敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。シーズン139打点は、現在でもエンゼルスの球団記録である。には故障のため90試合の出場に終わり、以後のシーズンはほとんど指名打者としての起用となる。また、 1979年までは1976年の52盗塁を、はじめ240盗塁を記録する瞬足であったが、1980年以後は45盗塁と減少。2はヤンキースに移籍し、3年間指名打者として活躍。そしてに移籍したレッドソックスで160試合に出場して打率こそ、238に終わったが、31本塁が、 94打点と活躍し、チームのリーグ優勝に貢献。自身初のワールドシリーズ出場を果たしたが、ニューヨークメッツに敗れる。翌のシーズン終盤には、地区優勝争いを繰り広げていたツインズに移籍。ここでもリーグ優勝を果たして、ワールドシリーズに進出。そして、自身唯一のワールドチャンピオンに輝いた。は、アスレチックスに2度目の移籍。 この年92試合の出場に終わるが、3年連続違うチームでのワールドシリーズ出場を果たす。39歳の年齢もあってこの年限りで現役を引退した。広岡達郎が西武ライオンズの監督を務めていた頃、ベーラーの獲得を熱望していたことがある。前後するが、藤田元次が読売ジャイアンツの監督二度目を務めていた頃、 キャンプで臨時打撃コーチとして招聘され、背番号42をつけて指導していた。現役引退後はまず、ミルウォーキーブルワーズの参加マイナーで打撃コーチに就任。メジャーのコーチとなって、続いてセントルイスカージナルスに移籍。2は新設されたコロラドロッキーズの初代監督となり、まで勤める。この間、2はチームをワイルドカードでプレーオフに導き、 ナリーグの最優秀監督賞を受賞する。までの5年間は363勝384敗で、これはメジャーで新設された球団の最初5年間の成績としては最高である。限りで解任され、よくはアトランタブレーブスでコーチを務め、にはシカゴカブスの監督に就任、のシーズン途中で解任され、とはメッツでベンチコーチ、日本のプロ野球でうヘッドコーチに、 相当を務め、は、シアトルマリナーズで、打撃コーチを務めた。監督としては、統率力、指導力はあったが選手を、ガミガミと叱るため一部の選手から不評で、特にサミー捜査とは対立した。マリナーズのコーチ辞任後は、マゼンの野球解説者を務めた。から、かつて監督を務めた、ロッキーズ、からは、アリゾナダイヤモンドバックスの打撃コーチ。 10月16日に、フルス、エンゼルスの打撃コーチに就任し、まで務めた。2017年8月6日、ガンのため死去。68歳没。死球が多く、リーグの死球1位になること8回。から、通算267十七死球は、MLB 歴代4位である。終了時点。これほど多くの死球を浴びながら39歳まで、活躍したのは特筆すべき点である。 また、アスレチックス、1976年の20、ヤンキース、1985年の24、レッドソックス、1986年の35の3、球団でシーズン支給の球団記録を持っている。これほど支給が多いのはややプレートに覆いかぶさって、構えるベーラーに対して、相手投手がインコースを徹底的に攻めたために起こった現象であった。打撃は、 長打力と高打力を兼ね備え、守備もうまく、足も速かった。肩の弱さのみが欠点であった。しかし、肩の弱さは MLB では致命的であった。幸いにも、指名打者が採用されているアメリカンリーグでプレーしているために指名打者として多くの試合に出場することができた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。